はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛に対するヒントアイデアを腰痛で悩んだ人あなたにお届けできればと思います。はい、この間ですね、高校の友人から、久しぶりにですね連絡が来て、今度バーベキューをしないかっていう連絡でした。で、参加するメンバーをですね見たら、高校の時1回もですね一緒のクラスになったことないですし、ほぼね2回ぐらいしか言葉をね3年間の中で、交わしたことないんじゃないかぐらいの方たちとですねがメンバーだったんですけど、行くか迷ったんですが、ちょっとね勇気を振り絞って行くことによって、またなんかいろんなねこう交流とか深めれるかなと思って、勇気を振り絞って行っていきたいと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですねかかとをつけてしゃがむ方法についてお話ができればと思います。はい、これね僕も含めて結構できない方多いと思います。で、なぜねわざわざこの動画を撮ってるのかっていうと、かかとをつけてしゃがめない方っていうのは足首はもちろんなんですけど、膝だったりとか股関節が硬い方っていうのはやっぱ多いんですよね。で、股関節、膝、足首っていうのは硬いとどうなるかっていうと、やっぱね腰痛になりやすいっていうことになってきます。なのでぜひあなたにもですねかかとをつけてしゃがめるようになってほしいっていうのがあるので、今日はですねその方法についてお話ができればと思ってます。はい、で皆さんにちょっとここで考えていただきたいことがあるんですけども、かかとをつけてしゃがめない人、僕も含めてそうなんですが、いらっしゃるじゃないですか。それって何が原因だと思いますか？はい、大きく分けると3つあります。はい、1つ目はですね足首ですね。1つ目は足首。で、2つ目がですね、膝裏ですね。これ意外ですよね、膝裏。そして、はい、3つ目がですね、股関節ですね。股関節。股関節が硬いと、かかとをつけてしゃがめないっていう現象が起きますので、今日からですねこの3つですね、3つっていうのを順番にお話ができればと思います。なのでこれが全部問題でしゃがめない人もいれば、この2つだけ当てはまる、あるいはこの2つだけ、あるいはねこれだけとかもありますし、どれか1つだけが原因でしゃがめない人っていうのもいらっしゃいますので、自分にね当てはまって効果が出たやつっていうのをしっかり続けていていただければと思います。で、今日はこの足首ですねが原因でしゃがめない人についてお話ができればと思います。はい、で、足首がねしゃがめない人の原因ってじゃあどこなん、あ、ごめんなさい、かかとをつけて、しゃがめない人の原因ってじゃあ何なのかっていうと、こちらですね。はい、ここになんかバンドみたいにこうペタって止めてあるものがあると思うんですけど、これはですね心筋腫体っていう、トンネルみたいなもんです。はい、トンネルみたいなもんですね。これ腱が前に飛び出ないようにこう押さえてくれてるものなんですよね。これ心筋腫体ですね。はい、で何をじゃあ止めてるのかっていうと、これはすねの前の筋肉ですね。すねの前の筋肉がこうあって、ここから腱になるんですけど、それをですね止めてくれてるような作用を持ってます。はい、なんですけど、ここがね何かしらで硬くなってきてしまうと、滑走って言って筋肉がこうそれぞれの動きがしっかりできなくなる、バラバラに動けなくなってきてしまうことによって、足首を曲げようと思っても曲がらない方っていうのが非常に多くいらっしゃいますので、今日はこの足首をですね柔らかくしてしゃがめるようになる方法を、一緒にですね、試していければと思います。はい、そしたらねちょっと立てるところにちょっと行っていただきたいなと思うんですけども、まず自分がですねかかとをつけてどれくらいしゃがめるのかっていうのをチェックしてください。僕もね硬いのでちょっと一緒にやっていければと思うんですけど、まずですね僕の場合だと、はい、この辺ですね、この辺りでもう無理です。はい、ここから見るとはい、これくらいですね。これでもう無理ですね。はい、じゃあ、あなたの場合だとどこら辺までこうかかとをつけた状態で倒せるかなっていうのをまず1回試してください。はい、よろしいでしょうか。で、終わったらですねさっきの心筋したいですね、心筋したいって言われるところに対して、アプローチをしていきます。
まず右からですね、そしたら一緒にやっていこうかなと思うんですけど、はい、自分たちの足で言うとですね、伸筋したいっていうのはちょうどこのここですね、はい、この辺りにあるのが伸筋したいになってきます。はい、で、すねの筋肉がこの辺からバーってなって、ここから腱にこういうふうに移行してるわけなので、ちょうどこの辺りですね、この辺りの硬さがしゃがめないような原因を作っていることっていうのが多いですので、ここをほぐしていくことっていうのを一緒にやっていこうと思います。で、やり方なんですけど、もうね、親指でもいいですし、この指ですね、で、人差し指、中指、薬指でもいいので、まずこの屈筋下に対して指をですね、グッと触ってあげてください。はい、これでもいいです。はい、で、触っていただいて、こう押さえ込んだらですね、押さえ込んだらこのまま揺らしてあげてください。揺らしてあげる、もうこんな感じですね、横から見ると、はい、こんな感じです。しっかり押さえたまま揺らしてあげるって感じですね。揺らしてあげる。で、同じ場所をですね、大体1分、まあ、30秒から1分ぐらい終わったら、ちょっと上ですね、ここも同じように30秒から1分やっていきます。痛くない範囲でしてあげてくださいね。はい、ここにはですね、3、4本ぐらいの筋肉が、腱になって束になってですね、走行してくるので、やっぱくっつきやすくなって硬くなる方が多いので、はい、よくね、ヒールを履いてる方だったりとか、足首の捻挫をしたことがある方とか、まあ、何かしら足首に対してトラブルがあった方、ある方はですね、ぜひやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。まあ、大体ですけど、まあ、ここからこの辺の範囲でぐる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 していただくと、この屈筋したいのところ、あ、伸筋したいのところですね、が緩んでくるんじゃないかなと思います。はい、で、終わったらですね、ちょっと立ってみてください。ごめんなさい。終わったら、よいしょ、立っていただいて、さっきみたいにしゃがみ込んでみてもらってもいいですか。はい、これさっきよりしゃがめる感じしないですか。はい、っていう感じですね。結構これだけでしゃがめる人も多いんですよ。僕も今回ですね、これをやる前に、自分でやってみた時って結構ね、スッと落ちる感じがあったので、結構曲がったなって感じがあります。なので今のやつをですね、両方ともちょっとやっていただきたいなと思うんですね。両方とも、右が終わった後、左側ですね。はい、で、今日ですね、かかとがつかなかった人っていうのも、明日また膝裏っていうのをやっていきます。そっちが原因でなかなかしゃがめない人もいらっしゃいますので、まあ、今日やってみて効果はあったけど、まだね、しゃがめない方っていうのはぜひ明日の動画見ていただければと思います。はい、なのでこのような情報をですね、配信してますので、まあ、興味がある方はこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。